サニーレタスは、非結球型のレタスである葉レタスの品種のうち、特に紅色から、紅褐色がかかった葉を有する品種の日本における、総称である。別名に赤チリメンチシャレッドレタスがある。サニーレタスは、日本独自の造語であり、英語圏では同様の品種のことを、レッド、チップリーフレタスあるいは、レッドリーフレタスなどと呼ぶ。 サニーレタスの名称は1982年に商標登録出願されたが、1985年に新血により拒絶されたという経緯があり、以降、市場で一般に通用する名称として定着している。なお、ハレタスがチリメンチシャと呼ばれるのは、歯の団端がチリメン状に縮れているからである。雑学書の類などでは、サニーレタスの正式名は、 スタンクトン・アーリ・レッドであるなどという主張が見られることがある。また、サニーレタスの名は、日産の大衆者、サニーに由来すると言われることもある。日本で、サニーレタスが栽培されるようになった発端は、愛知県で農業を営んでいた、朝倉昭吉が1965年頃から行っていたレタスの研究に遡る。朝倉は、食生活の洋風化や、 外食産業の成長を見据え、どのような農作物が時代のニーズに合うのか模索する過程で、様々な種類のレタスを試作していた。当時の日本では、レタスといえば、もっぱら結球型のいわゆるタマレタスのことであり、朝倉自身、非結球型の洋レタスを知らず、最初にハレタスを収穫した際には、失敗作だと思ったというい話もある。ある時、 レストランの厨房で玉レタスの葉を一枚ずつ剥がす作業を目にした朝倉は調理に手間のかからない葉レタスなら業務用として適しているではないかとひらめいた。またレタスの色は赤い方が西洋料理の彩りにふさわしいと考えた。こうして朝倉は海外からプライズヘッドと呼ばれる葉レタスを導入し地元の8人の仲間と共に試作品を完成させた。 試作品は、レッドレタスと名付けられた。初出荷は1971年11月14日のことである。当初は、こんな赤いレタスが売れるわけがないと、聖火卸売業者からも門前払いされるほどで、あったが、日本に駐在する外交官など派レタスに食べ慣れた外国人を中心に話題を呼び、およそ10年の歳月を費やし徐々に供給体制の、 整備を進めていった。朝倉は、ハレタスの梱包作業時間を短縮させる、専用の包装具も開発しており、これもハレタスが、全国的に普及した一助となった。また同じ頃、料理研究家の江上富から、レッドレタスでは、語呂が良くないという助言を受け、太陽の恵みを全容に受けて、赤色が綺麗に出たというイメージで、名前を、サニーレタスに変更した。 サニーレタスの名は他の農家の目からも魅力的に移り他県の農協からもサニーレタスの名称の使いたいので使用量を教えて欲しいといった相談が殺到したという1980年代に入る頃にはサニーレタスの名称は新聞でレシピを紹介されるなど赤みのあるハレタスを総称する一般名詞として家庭によく浸透し 前述の通り商標登録の出願が拒絶されるほどであった。一般に野菜の開発や広告活動は大規模な試験場や大手種苗会社が担うことが通例であり、一農業者の手掛けた新品種がここまで広まった例はあまり類を見ないという。朝倉はサニーレタスの放送具を開発した功績により1987年に 科学技術庁長,長官賞を受賞、またサニーレタスを全国に普及させた功績により2002年に王子法賞を受賞している。陳列中央は紫色のサニーレタス。向かって左側はタチレタス、右側はサラダ菜食品としては緑黄色野菜に分類される。単色野菜である血球レタスとは異なり、葉の先が縮れるとともに、 赤紫色を呈する。この色は光に対する防御のために、細胞内に蓄積されるアントシアニンによる。日照の十分な露地栽培ではよく定食するが、屋内での水耕栽培など、人工的な環境下で育てた場合、好条件によっては、十分に色がつかない場合がある。栄養価においては、レタスと比べて、タカロチンの含有量が多い。他に、 ビタミン CBK、溶酸、カルシウム、鉄分、カリウム、食物繊維などが含まれている。他のハレタス類と同様、生のままサラダの具として使用される。カキチ社の代用として、焼肉を巻くのに用いられることもあるが、カキチ社とハレタスは、本来別品種である。本来、サニーレタス自体が特定のハレタスの品種を指す、名称なのだが、他にも、 サニーレタスと称される品種は以下のように多数存在する。ありがとうございます。